80年代伝説のオーディション番組スター誕生で第29代グランドチャンピオンを獲得し、鳴り物入りで芸能界入りを果たした元アイドルの甲斐千恵美さん。あのホリプロがポスト山口百恵を狙って売れ出したほどの逸材でした。デビュー時のキャッチフレーズはキラリ、瞳が語る、人懐っこい笑顔と大きな瞳、明るい性格が魅力的でした。しかし、調べていくと残念なことに、2006年7月10日に43歳という若さで、この世を去っていらっしゃったのです。最近はお姿を見ないとは思いましたが、彼女のことについて、調べてみることにしました。甲斐千恵美さん、彼女の生い立ちは、出身は福岡県大牟田市で、大牟田高校を経て堀越高等学校を卒業。1980年にスターという曲で歌手デビューしています。特筆すべきは80年組同期たちの顔ぶれ。松田聖子さん、柏原芳恵さん、浜田樹里さん、三原純子さん、河合直子さん、岩崎良美さん、田原俊彦さんといったそうそうたるメンバー。まさにアイドル全盛期の時でした。しかし甲斐千恵美さんは同期がすごすぎたのか、アイドル歌手としては8曲をリリースするも芽が出てこず、オリコン最高位はシングル「マーマレード気分」の103位と振るいませんでした。次第にアイドル歌手から女優業にシフトしていくことになりました。しかしそれからは順調に活躍の場を広げて、ドラマやバラエティで引っ張りだことなります。1980年にはゴーゴーチェアがある、1981年野々村病院物語、1983年高校生夫婦で経験を重ねて、ついには1987年見上げればいつも青空ではヒロインに抜擢もされたほどの評判で、出演作はどれも人気番組でした。他にもクイズ番組では三角ゲームピタゴラスの司会もされていました。さらには1982年にヌード写真集も出し、まさにマルチタレント的な活躍をしていた彼女。1990年頃までは水戸黄門や遠山の金さん、はぐれ刑事純情派にもゲスト出演していましたが、それ以降は表舞台には出てきませんでした。というのも、どうやら甲斐千恵美さんは1990年にご結婚されていたようで、そのお相手は堀越高校在学時代に知り合った元ジャニのアイドルグループのギャングスからアンクを経た後、人気フュージョンバンドのザ・スクエアの元メンバーとなったスタジオミュージシャンの長谷部徹さん。甲斐さんは結婚を機に芸能界を引退、業界からも姿を消してしまったのです。結婚した当初は経済的にも何の心配もなかったのだと思います。その後幸せな家庭を築き、二人の男児を出産されています。甲斐千恵美さん、実は引退から14年経ったある日、情報番組あの人は今で久しぶりに姿を見せておられたのです。そこでは主婦業の傍ら、青果店で働く姿が映し出され、デビュー曲スターを披露されて幸せ太りをしてしまいましたと少し恥ずかしそうにされていたそうです。しかしそれが元気な彼女を見た最後の姿で、すぐに突然の別れがやってくるとは誰も想像もしなかったことでしょう。最後のテレビ出演から2年後、衝撃のニュースが飛び込んできたのです。2006年7月10日、彼女は2階の寝室で自ら命を絶っていたのを中学校3年生の長男が発見し、救急隊員が駆けつけたものの、その時にはすでに息絶えていたそうです。享年43歳。若すぎる旅立ちに驚きとなぜという気持ちが隠せません。ご家族の驚きと悲しみはいかほどだったでしょうか。悲しい知らせを聞いた
同期の松田聖子さんは、突然の訃報に大変ショックを受けております。デビューが同じ年だっただけに、寂しい気持ちでいっぱいです。ご冥福を心よりお祈り申し上げます。とコメントし、また、同じ、ホリプロの先輩の榊原郁恵さんは、引退後も連絡を取り合っていたそうですが、可愛い後輩の突然の訃報に、頑張り屋さんだった。と一言言うと、言葉を詰まらせたそうです。しかし、なぜ突然こんなことに。彼女に何があったのでしょうか。最後のテレビでの幸せそうな笑顔からは、想像もつかないのですが、調べてみると、加江千亜美さん自身の体調に関して、問題があったためとも言われていて、91年に長男を出産したあたりから、不整脈を訴えるようになって、2、3週間の入院をしたのですが、その際に、心不全の疑いがあったのです。先輩の榊原郁恵さんの話では、関係者から、芸能界復帰の強い要望もあって、本人も、その意思があったのですが、体に不安があったため、復帰を断念せざるを得なかった。と、相談を受けていたと明かされています。やはり、そのことを苦にしたとも言われていますし、他には、当時、相当家計が苦しかったからでは?とも言われています。というのも、あの人は今、に出演された当時も、すでに花屋でパートしていたのは、実際に経済的なことからだったのでしょう。実は、それだけでは足りずに、夜も週に3日、スナックで働いていたようです。2つの仕事を掛け持ちする必要があったわけです。旦那さんは、一体どうされていたのかというと、1985年ザ・スクエアを脱退した後、夫の長谷部徹さんはドラマーで、スタジオミュージシャンとして活躍。ジャニのアイドル歌手の他に、中島みゆきさん、中森明菜さん、尾崎豊さん、沢田研二さん、高中正義さん、日野照正さん、といった方の、レコーディングやツアーに参加していましたが、加江千亜美さんが亡くなった頃には、これらの仕事はほとんどなくなっていたそうです。現在はアンミュージックスクールという、音楽学校で講師をしているのだとか、職業柄、浮き沈みが激しい世界で、かなり苦しかったのだと思います。その他には、同居のギフトの、折り合いが悪かったとも聞きます。どれもそれ一つが原因ではなく、すべてが混在していたのだと思います。旅立つ前日にも普段通り、お子さんのサッカーチームの、送り迎えもされていたといいます。お子さんもすでに成人されて、社会人になっておられるでしょう。今頃、生きていればと思ったりします。加江千亜美さん、鳴り物入りで芸能界デビューをした、紛れもないその世代のいわば、トップスター候補だった彼女。一体、何が彼女をそうさせたのか。真相は、今もわからないままです。美しく咲き、短い命を生きた。加江千亜美さん、あなたの笑顔に癒されたことを忘れません。いかがでしたか?あなたはどう思いますか?私は、加江千亜美さん、女優として成長したあなたの姿を見てみたかった。しかし、もう叶わないのですね。残念です。せめて、どうか安らかにお眠りください。合唱。